試合これ前半ですね、はい、はい、ホークスの先発は今シーズン3勝目を目指す東浜投手ですね。その立ち上がりツーベースヒットを許しピンチを招くと打率リーグ2位の吉田正尚に先制タイムリーを許します。その裏、こちらは打率リーグトップの柳田、三塁線を破るツーベースヒット、チャンスを作ります。続く中村晃の当たりはセンター前でのタイムリーヒット、すぐさま同点に追いつきます。これは大きいですよね、うん、息が合ってますね。3回の東山、2本のヒットなどで満塁のピンチを招きます。ここはうまく打たせてしのぎましたね、うん、ナイスピッチングです、うん、そして東山4回にも2アウトからフォアボールでランナーを出します。塚さん、ここはね、甲斐キャノンに助けられましたね。出ましたよ、もう甲斐バズーガですよ。球数も多かった東山投手を助けました、ね、苦しい時でしたからね。そうですね。そしてバファローズは5回ね、1番からの攻撃でしたが2つの三振を奪うなど上位打線を抑えます。東浜は5回102球1失点でマウンドを降ります。ただ右手をね気にしてましたよね、近さん。これ練習中にボールが当たって爪の近辺をこう触ってたんですけど、まあ詳しくはよく分かんないんですが血が出てたんで随分我慢して投げてたとは思います。そうですよね、ちょっと練習中の怪我という情報もね入ってましたけども、やっぱこの指の怪我ってなるとこのピッチャーに血がね、ちょっと親指のところちょっとこう。ただマウンドに上がる以上は言い訳は言わないというところで一切言ってませんからね、彼はね。さあ、後半のホークスは継投策ですね。7回には4番手高橋レイ、この回は3手凡退に抑えると、8回5番手香山もバファローズクリーンナップを三者凡退、完璧ですよ、ね、頼もしいですね、素晴らしい、素晴らしい。そして勝ち越したい打線は8回、2つのフォアボールなどで2アウト2塁1塁のチャンス、打席には役者が回ってきました、主砲ギーター、うわすごい、塚さんの声とともに、いやもう何回見てもいいね、リーグトップに並ぶ15号スリーランですよ。いやもう、ま、漫画ですよこれはね、本当ですよ、こんなことあるのっていうような、多分本人は、ね、反応だけで打ってて、外の方に来るのも意識を置いたまま体が反応して打ってるんですよ、本当にやっぱり持ってるもので打ったホームランですね、まあ本当スターですね。そして、ホークス9回のマウンドには守護神森、はい、きっちりと締めてホークスこれで5連勝ですよ、近さん、乗ってきました ね、すごい試合で、粘る試合でいろんな試合見せてくれましたけど、はい、こんなことがあるのかなと思うような試合でした。なんといってもギータです。感触は完璧でしたけど、まあ、外がちょっと広い感じはしたんで、また外来るかなと思いましたけど、まあ、いい反応してくれました。まだまだシーズンは続きますので、ぜひ温かい拍手、温かい視線、よろしくお願いします。ありがとうございました。